時は昨年12月28日。撮影現場は心霊現象のよく見られるところとして有名な相模外科病院の廃墟。匿名希望の撮影者の男子大学生はコンパで罰ゲームをやらされる羽目となり、ホームビデオを持たされてこの廃墟に潜入せざるを得なくなった。こんなところあるっていうのが怖いね。闇に閉ざされたこの地下室、無造作に投げ出されていた自転車につまずいたその時、カメラがブレた瞬間、偶然に捉えてしまったものとは一体何だったのか。もう一度見れると思うんですけど、その後同じところをカメラは捉えているものの、不思議な映像はそこには一切映っていないのである。瞬間カメラが捉えた白い顔のようなもの、これは一体何だったのであろうか。